This week's outfit of the studio。 身長多分160センチ、伊藤やさつきです。中に着ているプルオーバーをご紹介します。丈は短くラグランスリーブ、なんといってもポワンとした袖が特徴です。袖口はトレーナー仕上げなのできちんと止まるのも嬉しいですね。素材は肌触りの良いマイクロフリース、高い保温性が期待できます。シャツを重ねれば熱を逃がさず、あったかコーデの完成です。このコーデュロイのシャツがまた着やすかったんですよ。次はコーデュロイのフルオーバーとあったかジョガーのコーディネート。フルオーバーの裾はドレスとギュッとつぼめてブラウジングすれば着丈を短くすることが可能です。ジョガーパンツは裏起毛、ポケットがポイントです。ラベンダーのウールコートを羽織りました。こちらのコートは脇のスリットが2つ入っており、フレアスカートなども綺麗に決まる上品コーデがパッと浮かぶ素材とシルエットですが、今回はあえてスポーティーな装いに羽織ってみました。このロングコートにスニーカーを合わせるのが個人的には5。次はダウンジャケットのご紹介です。優しいペールトーンのイエローが目を引きます。ダウンというと黒をはじめとした濃いめの色合いが多いというのが実情です。コーディネートのしやすさを考えると致し方ないところなのかもしれませんが、こんなイエローならどうでしょう。決して合わせにくくないはずです。着丈はお尻が隠れるくらいで使いやすい。フードの内側にあしらったコーディロイもポイント高いし、袖口と襟元についてるリブニットは風の侵入を防いでくれます。色だけではなくディテールにもこだわったダウンジャケット、明るく暖かく気分も上がる冬の必需品です。最後はキラキラと輝くラメ入り裏毛のセットアップをご紹介します。こちらパッと見普通のグレーのトレーナーって思うでしょ。ところがどっこい、肉眼で見るとかなりキラキラして華やか、個性がぐっと引き立ちにくいタイプです。フルオーバーの袖丈と着丈は短め、後ろ身頃にタックが入っているので少しフレアなシルエットになっています。上に羽織ったのはポケットが特徴的な CPO、 シャツではなくコート、素手です。